すみません、遅れまして。いえいえ、大丈夫です。え？七クマ。僕の名前は相葉健一、23歳。マーケティング部に勤めるいとこの高雪兄ちゃんに七クマカンパニーを勧められ、去年入社して総務部に配属された。相葉くん、ちょっといい？はい。彼女は直属の上司であるマヤ・アマネさん。マヤさんはとても頭が切れて優秀だ。金太、情報システム部の近藤さんの26日の残業時間が抜けてたわよ。あ、すみません。僕の主な仕事は労務管理で、勤怠管理や給与計算、社会保険の手続きなのだ。うちは基本的に残業を推奨してないし、めったに残業する社員もいないけど、残業した時にはしっかり残業手当をつけてるから注意して。すぐ確認します。勤怠管理は従業員の給料に関わる重要な仕事だから、データ入力は間違わないように。特に残業代は保険料や税金にも関わってくるからね。もう一度勤怠管理について学び直しなさい。はい。あー、失敗しちゃったな。相葉くん、大丈夫？はい、大丈夫です。向かいの席の中川ほのかさんはいつも僕のことを気にかけてくれる優しい先輩だ。気にしなくていいよ。マヤさん、誰に対してもあんな態度だからさ。いえ、あれは僕のミスなんで。マヤさんは僕に勤怠管理の大切さを教えてくれてとてもありがたいです。ああ、相葉くん、総務部の癒しだわ。はい、飴あげる。ありがとうございます。中川さん、相葉くん、喋ってないで仕事に集中して。すみません。ただいま。おかえり。お疲れ様。母さんも仕事お疲れ様。僕が小さい頃に父さんが亡くなってから、母さんは女手一つで僕を育ててくれた。今までは仕事を掛け持ちしてたけど、僕が就職してから仕事を一つにしてもらった。実はね、ケンイチに紹介したい人がいるのよ。え、もしかしてお付き合いしてるって言ってた人？僕は母さんが通い始めた陶芸教室で知り合った男性とお付き合いしているという話は以前から聞いていた。そう、トールさんよ。実は昨日ね、プロポーズされたの。そうなんだ、よかったね。ケンイチは大丈夫？何言ってんの。子供じゃないんだし心配しないで。母さんが好きな人と幸せになれるのは嬉しいよ。ありがとう、ケンイチ。結婚したらそのトールさんって人と暮らすんだよね。だったら僕もこれを機に一人暮らししようかな。母さんはちょっと頼りないところがあって心配で一緒に住んでたけど、新婚なんだし僕が邪魔するわけにはいかない。そのことなんだけどね、私もトールさんもできれば家族みんなで暮らしたいって思ってるの。トールさんにも28歳の娘さんがいてね、娘さんが小さい時に離婚して家族との時間を味わわせてあげられなかったことが心残りだって言ってるのよ。え、向こうにも娘さんがいるんだ。いきなり5つ上の女性と同居って気まずいな。健一も大人だし、今さら家族の時間って言われても戸惑うのはわかるわ。でも少しの間だけでもいいから、私たちの夢を叶えてくれないかしら。そんな言われ方されたら断れないな。わかった。それじゃあ3ヶ月家族で一緒に暮らして、その後一人暮らしするよ。いいかな？うん、ありがとう、健一。1週間後、引っ越し前にトールさんと娘さんとファミレスで顔合わせすることになった。顔合わせがファミレスかって思ったけど、逆に気楽な感じでいいかもな。健一とファミレスなんて久しぶりね。何にする？この七クマバーグスペシャルなんていいんじゃない？いや、顔合わせでがっつり食べるのは恥ずかしいからコーヒーでいいよ。お母さんは七クマスペシャルパフェにしようと思ってたのに。好きなの頼んだらいいと思うよ。母さんいつもよりテンション高いけど、緊張をごまかしてるのかな。すみません、遅れまして。いえいえ、大丈夫です。え、マヤさん？相葉くん？あら、二人は知り合いだったの？相葉くんは同じ職場の同僚で、マヤさんは僕の直属の上司で。すごい偶然だな。
まずは座ろうか。どうしよう。まさかマヤさんが母さんの再婚相手の娘さんだったなんて。マヤさんと同居したら家でも気を抜けなそうだよ。母さんとトオルさんが結婚することは賛成ですが、同居はやめにしませんか。ケンイチ、いいって言ってくれたじゃない。どうして嫌なんだい。嫌なわけではないですが、どうしたらうまく説得できるんだろう。僕たちは会社で上司と部下という立場ですし、プライベートでも顔を合わせるのは気まずいかと思いまして。マヤさんだってそうですよね。私は一緒に住みたいと思ってるけど。え、そうなんですか。そうそう、アマネは今日ケンイチ君に会えるのをとても楽しみにしてたし、一緒に暮らせるのも指折り数えて。お父さん、余計なこと言わなくていいから。アマネちゃんもいいって言ってるけど、ケンイチはダメなの。母さん、わかったよ。本当？やった。僕って母さんに弱いんだよな。後日、母さんはトールさんと入籍したけど、僕は養子縁組もトールさんの席に入ることもせず、今まで通りの名字を名乗ることにした。いきなり僕の名字がマヤになったら会社で噂になるだろうからってことも理由の一つだ。そして僕たちはトールさんの家に引っ越した。今日からお世話になります。血は繋がってないとはいえ親子になったわけだから、敬語じゃなくていいからね。そうよ、私たちは家族なんだから普通に話して。ありがとうございます。そうは言われても上司に向かっていきなりタメ口とか無理だよ。ケンイチの部屋案内してあげるわ。ケンイチって。だって相葉くんじゃおかしいでしょ。私のこともアマネって呼んで。それじゃあアマネさんって呼んでいいですか。もう硬いわね。まあ少しずつ慣れていきましょう。はい。ここがケンイチの部屋、隣が私の部屋なの。そうなんですか。隣に上司がいると思うと緊張するな。私の部屋見てみる。いえ大丈夫です。見せたいの。来て。上司のプライベートを見ちゃってもいいのかな。私の部屋よ。もっとシンプルでスタイリッシュな感じなのかと思ってました。こんな趣味だったなんて、会社の人たちも見たらびっくりするだろうな。ケンイチだけに見せるんだからね。あ、はい、会社の誰にも言いませんので安心してください。そうじゃなくて、ケンイチには私の素を見せたいってこと。家では自然のままでいたいの。だからケンイチも私に自然に接してくれる？はい、わかりました。その日から会社と家のおかしな二重生活が始まった。先日行った健康診断の取りまとめ終わった？すみません、人数が多くてまだ終わってません。結果についての医師からの意見聴取は？今すぐ取り掛かります。中には要検査の社員もいるんだから迅速に対応して。はい。半分渡して、私もやるから。そんな、僕一人でやるので大丈夫です。いいから。あ、はい。マヤさん、相変わらず怖いね。あんな言い方しなくてもいいのに。いえ、仕事を終わらせられなかった僕が悪いですから。人に頼ることもできませんでしたし。あ、相葉くんいい子。そんなことないです。相葉くん、早く持ってきて。はい。少し残業したけど今日中に終わってよかった。マヤさん、定時になったら急いで帰ってたけど何か用事があったのかな。そんなことを思いながら家に入ると、キッチンでマヤさんが料理をしていた。ケンイチ、おかえり。もうすぐ夕飯できるから待ってて。アマネさん、お料理できるんですね。なに？できなさそうに見えた？いえ、そんなことは。頼りないお父さんと二人暮らしだもん。うまくもなるよ。アマネさんってこんな風に笑うんだ。それじゃあ急いで着替えてきます。うん、待ってるね。会社では厳しいけど、家でのアマネさんは驚くぐらい可愛らしくて甘かった。ケンイチ、七熊アイス一緒に食べよ。あ、僕七熊アイス好きなんですよ。うん、ナオコさんから聞いたから、さっきコンビニで買ってきたの。え、そうなんですか。
健一に喜んでもらいたくて。ありがとうございます。ふぅ、終わった。あ、掃除しといてくれてたんだ。はい、母さんが片付けとか掃除が苦手でいつも僕がやってたんです。そっか、健一は偉いね。かわいい。母さんとトールさんが家族で暮らしたいって思ったように、アマネさんは弟が欲しくてこんなことしてるのかな。健一、明日の休みって予定ある？いえ、特にないですけど。じゃあ明日デートしよう。デートですか？買い物行きたいんだけど。ああ、荷物持ちってことか。デートなんて言うからびっくりした。いいですよ。やった。ちょ、アマネさん、弟だと思って甘えてくれてるんだろうけど、こんな可愛い顔見せられたら困るよ。二人とも仲良くなってよかったわね。うんうん、本当の家族みたいだな。3ヶ月と言わずずっと一緒に暮らしたらいいのに。そうだ、3ヶ月って約束で同居してたんだ。そろそろ住む家を探し始めないといけないな。そう思いながら、アマネさんと離れるのが寂しいという気持ちが僕の中で芽生え始めていた。二人に私からプレゼントがあるの。なんだい？これ。え？温泉の宿泊券？二人とも席を入れただけで結婚式も新婚旅行もしてないでしょ。だから私からプレゼント。キャー、アマネちゃん優しい。ありがとう。ありがとな、アマネ。二人で楽しんできて。あの、アマネさん、僕も温泉旅行の分払います。いいのよ、私の方が給料多くもらってるんだし。健一は新人なんだから気にしないで。それを言われると辛いな。健一が私の部屋を訪ねてくるなんて初めてだね。入って入って。お邪魔します。僕、母さんとトールさんの新婚旅行なんて全然考えてませんでした。アマネさんがプレゼントしてるの見て、そっかって初めて気づいて、なんか恥ずかしいです。そんなことないよ。私が二人に新婚旅行をプレゼントしたのは別の目的もあるし。え、別の目的？なんでもない、なんでもないから。それだけ言いたかっただけなんで。もう期待したのに。え、お父さんたちが温泉旅行に行ってる間、私たちは私たちで楽しもうね。はい。考えてみれば、二人が旅行に行くってことは僕とアマネさんの二人きりになるってことだった。それじゃ行ってきます。お土産買ってくるな。私たちのことは気にしなくていいから楽しんできて。うわぁ、アマネさんと二人きりになってしまった。健一。はい。私、健一のことがもっと知りたいの。それってどういう意味ですか？うわぁ、健一のちっちゃい頃かわいい。すみません、僕が想像していたものとは違いました。かわいいけど、どの写真もしっかりしてるっていうか、真面目だね。ああ、子供らしくない子供だったと思います。父さんが小さい頃に亡くなって、母さんに迷惑をかけないようにしなきゃっていつも思いながら過ごしてましたから。そうなんだ。アマネさんの子供の頃ってどうだったんですか？お母さんと離婚して、お父さんが私を引き取ったんだけど、お父さんって何もできない人で、だから私が何でもやらなきゃってやってるうちに口うるさくなっちゃったのよね。でもそれはお父さんを助けようとしたからですよね。でもそれを会社でも発揮しちゃって、うざい上司だと思われてるよね。アマネさんは部下が成長できるように言ってくれてますし、面倒見も良くて素晴らしい上司だって僕は思ってます。私ね、健一は私がどんなに厳しく言っても、いつも嫌な顔せず熱心に聞いて、真面目に一生懸命に対応してくれたのが嬉しくて、もっといろいろ教えてあげたいってますます熱がこもっちゃってたの。そうだったんですね。それはすごく嬉しいな。ねえ健一、まだ
ここを出ていくつもり？それは…お願い。私、健一にここにいてほしい。出て行かないで。考えてみます。天音さんが僕に出て行ってほしくないのは家族として？それとも、翌日、父さんと母さんが温泉旅行から帰り、僕たちはまた元の生活に戻ったけど、僕の心は元に戻らないままだった。僕は仕事の後、高兄に相談することにした。へい、七クマビールお待ち。どうも。いやー、ごめんね。ずうずうしくお邪魔しちゃって。こいつ、営業部の春馬な。もともと今夜は一緒に飲みに行く約束してたんだけど、健一から連絡入ったから優先させようとしたら、こいつも来たいってうるさくてさ。いえ、僕こそ急に高兄誘っちゃったんですみません。まずは乾杯しようぜ。ちぎるなよ。乾杯。それにしても、健一も恋愛相談するような年になったんだな。健一って何でも一人で解決しちゃうからさ。頼ってくれて嬉しいよ。からかわないでよ。高兄ってさ、前の会社にいた時は絶対に社内恋愛なんてしたくないって言ってたじゃん。言ってた。でも、今は同じ部署の人と付き合ってるんだよね。その、同じ部署だと気まずくない？まあ確かに最初は噂になったりしたけどさ、逆にその方が堂々と付き合えるし、楽かもって思えてきたよ。そうなんだ。あやめさんだっけ？でも彼女は先輩とはいえ、年下なんだよね。だからまだ付き合いやすかったのかな。俺の奥さん、同じ営業部の上司だぞ。俺より三つ上。そうなんですか？まあ、春馬が無能なふりしてたのも悪いんだけど、最初は仕事のことでいろいろ怒られたりブツブツ言われてたんだよな。そうそう、大嫌いだった。でも今ではこっちが引くぐらいラブラブだから、ほんとわかんないもんだよな。だよな。でも、無能なふりってことは本当は才能あるんですよね。ああ、こいつ前の会社でスーパー営業マンって呼ばれてたからな。俺の黒歴史を暴露すんな。春馬さんも高にも実力があって、新人の僕とは全然違いますね。健一くんってもしかして経理のマヤさんが好きなのか？はい。でもマヤさんって健一の義理の姉です。うわ、年上で上司で義理の姉か。そりゃすごいとこ行ったな。僕も戸惑ってるんです。ほとんど恋愛経験ない僕がそんな人を好きになっちゃったなんて。マヤさんは健一のことどう思ってんの？僕に家を出て行かないでほしいって言ってくれたけど、それが家族に対する感情なのか違うのかわからなくて。あー、厳しいな。コクって振られて家を出たとしても会社では顔を合わせなきゃいけないんだもんな。そうなんですよね。だからってこのままの関係を続ける方がきつくないか？俺は素直な気持ちを伝えるべきだと思うぞ。お前はまた無責任なこと言って。男はドーンと行け、ドーンと。はい。この家に住み始めてからちょうど3ヶ月が経った頃、僕はある決意を天音さんに伝えることにした。僕、この家を出ようと決めました。どうして？それは、天音さんを家族としてではなく、一人の女性として好きになったからです。私も健一が好き。ずっと、家族じゃなく、一人の男性として好きだった。本当ですか？私こそ信じられない。健一が私のことを好きだなんて。会社で接していた時は頼れる憧れの上司でしたが、一緒に暮らすうちに天音さんの可愛かったり甘えたりするところを見てどんどん惹かれていました。嬉しい。だったらここを出る必要なんてないじゃない。それなんですけど、僕と一緒にこの家を出ませんか？え？天音さんとお付き合いするのは両親に隠したくなかった。だから反対される覚悟で家を出て二人で暮らすつもりだったんだけど。あら、健一と天音ちゃんが恋人になったなんて嬉しいわ。ねえ、トールさん。ああ、俺だけ幸せになることに後ろめたさを感じていたが、これで安心だな。いいの？だって僕たち義理の兄弟なんだよ。血はつながってないから問題なしよ。だな。うちのお父さんは能天気だって分かってたけど、
直子さんまでこんなノリだなんて、健一の今までの苦労が垣間見えたわ。ありがとう。ってことで、ここを二世帯住宅に改築しましょう。え？だって、二人が結婚して子供が生まれてからも住めるようにしないといけないでしょ。子供？おお、それはいいな。孫を抱くのが楽しみだわ。あまりにすんなりと話が進むから、実は初めから母さんとトールさんに仕組まれてたのではないかという疑いさえ湧いてきたが。もうしょうがないわね。だね。僕たちのことを受け入れて一緒に暮らしたいと言ってくれるなら、まあいいかと思う僕たちはやっぱり親に弱いのだった。思ったより仕事が長引いちゃったな。もうみんな集まってるかな。俺は木村光太。今は10年前に卒業した中学校の同窓会に向かっているところだ。あ、すみません。いえ。綺麗な人だったな。しかもどこかで見たことあるような。もしかして中学の同級生？ダメだ、全然思い出せない。ま、もし本当に同級生だったら誰かに名前を教えてもらえばいいか。根っからの楽天家な俺は、同級生かもしれない美女の名前が思い出せないことをあまり深く考えていなかった。お、ここだ。いらっしゃいませ。あ、東中学の卒業生なんですが。はい、お待ちしておりました。ご案内させていただきます。はい。ギリギリセーフってとこかな。レストランの奥に進んでいくと、すでにたくさんの同級生たちが集まっていた。あ、コウタ、久しぶり。おー、久しぶり。元気だったか？って誰だっけ。想定はしていたけど、やっぱり誰だか思い出せないな。次々と同級生たちに声をかけられ、最初は顔を見ても名前が思い出せなかったが、周りと話を合わせているうちに徐々に誰なのか分かるようになって、ゆっくりと中学時代にタイムスリップしていくような感覚だった。なあ、俺のこと分かる？ごめん、誰だっけ。分からなくて当然だよ。こいつ30キロも減量してさ、ほら、柔道部の。あ、もしかして横綱？ごっつぁんです。ははっ、マジか。30キロってすごいな。どうやってダイエットしたんだ？それがさ、10年ぶりだけど思い出はちゃんと覚えてるもんだな。そんな風に思い出話に花を咲かせていたのだが、俺はちょっと離れたところから感じる視線に気がついてしまった。あの子、さっきから俺のこと見てるよな。誰だ？俺から話しかけた方がいいかな。でも中学時代の思い出を振り返っても、女の子から熱い視線を向けられるようなことは一度もなかった。はは、我ながら寂しい青春だぜ。それにしてもめちゃくちゃ可愛いな。何度目かに目が合った後、彼女が俺に近づいてきた。わ、来た。コウタ君？あれ、この声、さっきすれ違った美女だ。ああ、それで彼女は一体。俺は周囲に助けを求めようとしたが、なぜか近くにいた友人たちはずっと俺から離れていってしまった。え、なんで？久しぶりだね。この会場にいるってことは同級生に違いない。でも周囲の反応が気になってしまって、俺は急に緊張してしまった。久しぶりということは、中学卒業以来どこかで会ったりはしてないってことだよな。と言っても、それは彼女が誰かを知る上で大した情報にならなかった。俺にはある事情があって、大学に入ってからは高校以前の友人に会ったことはなかった。あの、ずっと連絡したいと思ってたんだけど。ということは結構親しかったんだろうな。でも連絡は取り合ってなかった。
誰だ？何か連絡できない状況だったの？え、それは。あれ？聞いちゃいけないこと聞いちゃった？参ったな、どうしよう。助けを求めようと周囲を見たが、なぜかみんな俺と目が合うとパッと顔を反らせてしまう。どうして？あ、もしかしてみんなも彼女が思い出せないのか？大人になってめちゃくちゃ美人になったタイプとか？コウタくん？いや、そもそもこの学校の卒業生じゃなかったりして、受付で招待状を見せなくても学校の名前を伝えただけでここに案内してもらえたもんな。どこかで俺の名前を知って潜り込んだとか？俺は目の前の怪しい美女の正体が気になったけど、めちゃくちゃ仲が良かった子だったらと思うと申し訳なくて名前を尋ねることはどうしてもできなかった。あ、仕事忙しいのかなって思ってさ。とりあえず最近の様子から聞こう。私音楽の先生してるんだ。へえ、そうなんだ。音楽ということは中学は吹奏楽部だったとか？でも吹奏楽部の女子って結構いたよな。じゃあ吹奏楽部の顧問とかもしてるの？うん。自分は部活できなかったから、生徒たちと一緒にコンクール目指しながら今青春しちゃってるんだ。そうなんだ。素敵な先生じゃん。そうかな。吹奏楽部じゃないのか。早まったこと言わなくてよかった。今の会話的に帰宅部だったってことだよな。それにしてもできなかったってどういう意味だ？学校にあまり来てなかった子？病弱だったとか？コウタくん、お仕事は？俺は在宅で仕事してるんだ。そうなんだ。フリーランスってこと？まあそんな感じ。すごい。でもちょっと意外かも。コウタくんっていつもみんなの中心にいた感じだったから。人と一緒にいるのは好きだけど、ちょっといろいろあってさ。俺と彼女の間に気まずい沈黙が流れた。もうこんな腹を探り合うような状況無理だ。耐えられない。聞いちゃえ。ごめん。君の名前聞いてもいいかな？俺が謎の美女にそう尋ねると、俺から離れていた友人たちが突然ぎょっとした顔で振り返った。何？そのこと以上に目の前にいる女の子が大きなショックを受けている表情が俺の喉の奥をぎゅっと締めた。私のこと覚えてない？ごめん。私こそ10年以上前なのに覚えててもらえてるって思い込んじゃって。10年以上？恥ずかしいな。そういう彼女の目尻には涙が浮かんでいた。待って。俺は会場を出て行こうとする彼女を追いかけ、その手首を掴んだ。俺、黙っていたことがあるんだ。え？おい、どうしたんだよ。みんなにも聞いてほしいんだ。コウタ？俺、実は。俺の世界が変わったのは7年前。大学に入学する直前のことだった。駅の階段で急にめまいを感じた俺は階段を転がり落ちた。病院に運び込まれた俺は丸一日意識が戻らなかったらしい。次に目が覚めた時には、コウタ大丈夫？誰ですか？それって記憶喪失ってことか。うん。人の顔が記憶できなくなっていたんだ。
毎日会っていると声とか仕草でわかるんだけど、写真で見ただけだったり、会ってから時間が経ってしまった人の顔は思い出せないんだ。そうだったのか。ああ。今日も参加しようかどうしようかすごく悩んだんだけど、やっぱりみんなに会いたくてさ。卒アルは一応見てきたけど全然ピンとこなくて。でも、中学時代の思い出が全然ないってわけじゃないんだ。ごめん。私、知らなくて。勝手にショック受けたりして。うん。俺が最初に言えばよかったんだ。でも、急にこんな話したらみんなを驚かせちゃうかなって。ったく、コータって昔からそういうところあるよな。え、悲しませたくなかったんだろ？俺たちよ。でもさ、水臭いこと言うなよ。俺たちだって、お前に会えたらいいなって思って同窓会に来たんだぜ。みんな、ありがとう。むしろ、顔がわからないのに俺のこと思い出せなんてすごいな。忘れるわけないだろ。だって、友達じゃないか。それで、あの子って、誰なんだ？そんなの本人に聞けよ。でも、仕方ないな。ヒントをやるよ。彼女はお前の初恋の人だよ。もしかして、かなこちゃん？こうたくん、久しぶり。おとさは、かなこです。その名前を忘れたことは一度もなかった。でも、彼女本人の口からその名前を聞いた瞬間、一気に思い出がフラッシュバックした。かなこちゃんはピアニストを目指している女の子だった。毎日毎日吹奏楽部が練習してない昼休み、彼女は音楽室でピアノの練習をしていた。その姿を見てるのが俺は好きだった。俺が音楽室に行くと、かなこちゃんはピアノを弾いている手を止めて顔を上げるんだ。こうたくん、また来たの？うん。ピアノの音を聞いているとよく寝れるんだよ。もう、寝坊しても知らないからね。俺は音楽室の椅子に寝転がりながら、ピアノを弾いている彼女の姿を盗み見ていた。でも2年の途中でかなこちゃんが親の仕事の都合で海外へ行くと分かり、俺は勇気を出して彼女に告白をした。だけど返事はもらえなかった。かなこちゃんが転校した後、カラオケでコータの失恋ソングばっかり聞かされたよな。そうそう。あ、おい、そんなことバラすなよ。あの、返事しなくてごめんね。すごく嬉しかったの。でも、いつ日本に帰って来られるかわからなかったから、なんて返事をしたらいいかわからなくて。いいんだよ。あの時はショックだったけど、今ならかなこちゃんの気持ちわかるし。なあ、ちょっと込み入ったこと聞くけど、こうたって仕事はどうしてるんだ？ああ、実は。え？作家になった？うん、そう。事故の後から自分の記憶がどんどんなくなったらどうしようって焦って、文章で残そうと思ったんだ。それから文章を書くのにハマっちゃって。大学在学中に作家デビューをして、今ではそれ一本で食べていけるようになった。ちょっと待って。記憶障害があって大学デビューって、もしかして。恋愛小説の芥川賞って呼ばれてる七熊賞を取ったあの作家ってコータなの？あ、うん。いや、そこ追求するなよ。恥ずかしいじゃん。いや、めっちゃすごいじゃん。私も読んだよ、君の音はって作品。え、本当に？実はあれ、かなこちゃんのことを忘れたくなくて書いたんだ。ピアニストの女性が出てくるもんね。だからバラすなって。まあそういうことらしいからさ。
かなこちゃん、許してやってよ。許すなんてそんな。カミングアウトしてからはみんなが俺に自己紹介をしてくれた。どの顔もやっぱり記憶にはなかったけれど、名前を聞けば些細な思い出も振り返ることができた。我ながら不思議な脳だ。そしてかなこちゃんはというと、あのかなこちゃん、その二人だけで二次会しませんか。はい。こうたくんが作家なんて本当にびっくり。あのさ、なんでピアニストにならなかったのか聞いてもいい？うん。私、中学の頃、ピアノのことばかり考えてたの。上手くなりたくて、授業中も楽譜を思い出したりして。そんな私に、たった一人の観客ができたの。大学でピアニストを目指すか、学校の先生を目指すかを選ばなくちゃいけない時が来て、その時にね、大きなホールで弾くよりも、また音楽室で弾きたいって思ったの。そうなんだ。でも想像していたよりもすっごい大変で。でもやりがいがあるの。そっか。だからありがとう、こうたくん。俺の方こそ。かなこちゃんのおかげで七熊賞を取れて作家として食べていけるようになった。あの小説のピアニストのモデルって本当に私なの？うん。それって期待してもいいのかな。え？あの時の返事ってまだ有効ですか？はい。あの時みたいにピアニストを目指している女の子じゃないけど、よかったらこれから私のことを知っていってくれませんか？嬉しいよ。でも俺人の顔が。きっと私にはまだ想像しきれないぐらい大変なことだと思う。でもそれでも頑張っているこうたくんがますます好きになったよ。私のこと忘れたくないって思ってくれたのすごく嬉しい。かなこちゃん、私たくさんの生徒を受け持ってるから人の顔を覚えるの得意だよ。こうたくんの力になれないかな。ありがとう、かなこちゃん。それから何度かデートを重ねて俺たちは恋人同士になった。そしてこうたくん、起きて。うん。お仕事の時間ですよ。うん。ありがとう、起こしてくれて。どういたしまして。俺たちは結婚した。一緒に暮らしているおかげで俺は彼女の顔だけは忘れずにいられている。きっとこれからも一生忘れることはないだろう。俺は向井豊。俺は小さい頃から牛乳が大好きだった。あ、今日は牛乳のおかわりがある。やった。ゆたかって本当に牛乳好きだよな。それなのにチビって牛乳に謝れよ。うるさいな。チビだと同級生たちにからかわれながらも俺は牛乳が大好きだった。そして高校生になる頃には。え、お前急に背伸びただろ。ああ、そうっぽい。急に背が伸びて学年で一番になっていた。俺としては目線が変わったなぐらいの感覚だったのだが、周囲の見る目は変わっていった。やだ、ゆたか、さらにかっこよくなったんじゃない？
ただ背が伸びただけだろ。そんなことない。ねえ、せっかくかっこいいんだから美容院に行って髪切ってきなよ。お姉ちゃんがお小遣いあげる。え、マジ？ラッキー。ちゃんと美容院に行きなさいよ。他のことに使ったら承知しないから。分かってるって。とまあそんなわけで俺は初めておしゃれな美容院に行った。その結果彼女ができた。私実はずっと向井くんのこと気になってたんだ。愛理と付き合って。え？この子のことは正直隣のクラスの女子ってことぐらいしか知らなかった。でも俺のことを好きって言ってくれる人にきっと悪い人はいない。そう思った俺は彼女の告白に OK した。はい、俺でよければ。超嬉しい。これからよろしくね、ヨタカ。周囲の俺を見る目が変わったことで多少浮かれていたことは否定できない。それでもこれから彼女のことを知っていて大切にしよう、そう思って付き合った。それなのに。悪い、俺アイリーのこと好きになっちゃって。私も翔太が好き。じゃ、そういうことだから。あっけなく振られた。何だったんだ。こんなことになるなら翔太をアイリーに紹介しなければよかった。いや、そもそもよく知らないのに付き合ったりしなきゃよかった。でも俺好きって言ってもらえて嬉しかったんだよ、アイリー。なあ、今日もアイリーんち行っていい？何もしないならいいけど。しないしない。この前もそう言ってたじゃん。それなのに。はあ？もうやったのかよ。俺とはキスもしてないのに。元カノと友達がイチャつく様子に俺はどんどん惨めになって、アイリーにとって俺は魅力のない男だと突きつけられているようでいたたまれなかった。これ以上傷を深くしないためにももうこいつらには近寄らないようにしよう、そう思ってたのに。なあ、ユタカ、まだ怒ってるのか？よく普通に話しかけられるな。翔太は悪びれる様子もなく、わざわざ別のクラスの俺に話しかけてきたのか。別に。いやー、俺もさ、悪いことしたなーって思ってるんだ。絶対に思ってないだろ。だからお詫びにさ、女の子紹介してやるよ。は？必要ねえよ。もう恋愛なんていい。頼むから放っておいてくれというのが俺の本心だった。そんなこと言うなって。俺の知ってる子だから安心しろよ。1ミリも安心できねえよ。じゃあ放課後に来るまで待ってるからな。は？行かないぞ俺は。でもお前来なかったら女の子が恥ずかしい思いするんじゃね。こいつ最低だ。そう思いながらもあんな風に言われたら行かないわけにいかなかった。本当に来た。よう、こっちこっち。豊かなら来てくれると思ったぜ。なんだこれ、ただ俺をからかいたかっただけ？だとしたら暇すぎるだろこいつら。誰もいねえじゃん。それなら帰るけど。もう来ると思うんだけどな。豊かもポテト食べる？いらねえよ。俺が腹立たしさでわなわなと肩を震わせていると後ろから女の子の声がした。お待たせ。振り返るとめちゃくちゃ可愛い女の子が立っていた。まるで雑誌の中から飛び出してきたような可愛さに俺は驚いて固まってしまったが、なぜか彼女を呼び出した翔太も口をあんぐりと開けていた。お前、この子が翔太が言っていた女の子なのか？でもそれならなんでこんなにびっくりしてるんだ翔太は。久しぶりだね翔太。男の子紹介してくれるってマジ？ねえ翔太、この子誰？そっちこそ誰？アイリは翔太の彼女だけど。私はただの中学の同級生です。ということは紹介してくれる男の子って彼？あ、いや、萌えのやつ、いつの間にこんなに可愛くなったんだ。俺翔太に女の子紹介してやるとは言われたけど。マジ？超かっこいい。普通にガチ感謝なんだけど。そうなんだ。萌えちゃん男の趣味変わってるね。そう？
中学の時にごまたかけてたことがある翔太と付き合ってる方が変わってるって。え、何それ、どういうこと。ただの噂だって。ねえ、二人きりになれるところを行こう。え、どうしよう、知らない子と二人きりになるのは。でもここにいるのも嫌だ。うん、そうだね、二人の邪魔したら悪いし。あ、おい。なんだよ。いや、その言っておくけど、俺の元から泣かせるようなことしたら本気でお前のこと軽蔑するからな。え、豊かのあんなマジな顔初めて見た。豊か、俺は結局その萌えという子と一緒に店の外に出た。あの、ごめん、俺愛理に振られたばっかで誰かと付き合うとかそういう気持ちになれないんだ。そういう気持ちわかるよ、私もだから。え、こうやって知り合ったのも何かの縁だし、ちょっと喋ろうよ。うん、俺は彼女と一緒にコンビニでアイスと飲み物を買って公園のベンチに座った。私は花咲萌え、君は。俺は向井豊。翔太と同じ高校に通ってるって、制服見ればわかるか。うん、私は翔太と中学の同級生、2年の時に付き合ってたんだ。そうなの。元カノを俺に紹介しようとするとか、どういう神経してるんだあいつ。と言っても1ヶ月だけなんだけど、私今はこんなんだけど、中学の時は超地味でさ、翔太はクラスのムードメーカーみたいな感じだったから、告られた時は超びっくりした。緊張しちゃってはいって言っちゃったんだ。俺と同じだ。愛理は学年でも目立つ存在で、そんな子が自分に興味があると知って驚いた。愛理からの突然の告白に OK したのはそれも理由の一つだった。わかる。え、いや、好きって言ってくれたらびっくりするし、悪い気はしないよね。だから俺も。え、あいつの今カノと付き合ってたの。うん、俺たち似たような立場だったんだね。うん、私とはちょっと違うかも。え、翔太が私に告白したのは罰ゲームだったの。それでも1ヶ月くらい嘘つかれてて、恋人なんだってって思い込んだところで。お前みたいなブスと付き合うわけないだろう。え、そんな。信じられない、ひどすぎる。でしょ、今でも腹が立つし悔しいし、それからはメイクの勉強してダイエットして、友達に協力してもらっておしゃれのことを教えてもらって、あいつが別れなきゃよかったって思ういい女を目指して頑張ってきたの。すごい。だからあいつから連絡が来た時はチャンスだと思ったの。ギャフンと言わせてやるって。でもがっかりしただけだった。え、だってあいつがしょうもないやつすぎるんだもん。全然かっこよくないし、彼女がいるところに私を呼び出すとか普通に最低だし、あんなやつのために今まで頑張ってきたのかと思うと、ふう、私バカみたい。そんなことないよ。え、俺さ、実は中学生までチビだったんだ。え、そうなの。うん、急に背が伸び始めて、それならかっこいい髪型にした方がいいって家族に言われて、髪型を変えたら急に周囲の見る目が変わったんだ。愛理から告白されたのもちょうどその頃だった。見た目は変わったけど、中身の俺は全然変わってなくてさ、よく知りもしない愛理から告白されて、ホイホイ付き合っちゃって振られて。豊か、それに比べて萌ちゃんは自分で変わりたいって思ったんでしょ。外見だけじゃなくて中身も。翔太の前にいた萌ちゃんは堂々としててかっこよかったよ。そう。うん、きっかけはあいつを見返したいってことだったかもしれないけど、今の萌ちゃんはあいつになんかもったいないくらい素敵だよ。あいつに彼女取られた俺が言っても説得力ないかもしれないけど。うん、嬉しい、ありがとう。あ、笑った顔も可愛い。もうなんだよ、豊って超いいやつじゃん。なんで翔太の友達なんかやってるの。今回のことで俺もそう思ったよ。ねえ、
この後元カノに会った時なんて言うの？え？私と付き合ってないって言ったらまたいじられるんじゃない？嘘で彼女のふりしようか？え？俺はこの時一瞬だけどこんな可愛い子が俺の彼女にとドキッとした。嘘でもラッキーじゃんと思いそうになったけど、翔太の嘘の告白で彼女が傷つけられたことを思い出して冷静になることができた。心配してくれてありがとう。でも大丈夫、相手にしないから。そっか、うん、それがいいよ。俺たちはそんな話をして別れた。だからもう会うことはないだろうと思っていたのだが。へえ、あの萌えってこと結局連絡先も交換しなかったの？ウケる。ああ、翌日の帰り道、俺が一人で歩いていると、アイリーがあの後どうなったかをしつこく聞いてきた。何もなかったと答えると、俺をバカにしながらなぜかずっとついてきて今に至る。なんでついてくるんだよ。もう話すことないから、彼氏のとこ行ったら。喧嘩中だから無理。そういえばクンまで揉めてたっけ。ユタか、慰めて。は？何言ってんの？やめてよ。え、今の声って。今女の子の声聞こえなかった？ああ、気になった俺は声が聞こえた方へ行ってみることにした。下校途中にある公園に行ってみると、やっぱり萌えちゃんがいた。そして一緒にいたのは、は？翔太？翔太だった。俺についてきていた愛理は、彼氏が自分以外の女の子と二人きりになっているのを見て表情を固くしていた。いいじゃん、昔みたいに仲良くしようぜ。は？何言ってんの？全部嘘だったくせに。今のお前なら全然付き合えるよ。嘘でしょ。さすがの愛理も翔太の行動にショックを受けているようだった。はあ、こっちが無理だっつーの。意地張るなって。やめろ。ユタか、彼女に触るな。はあ、何彼氏面してんだよ。こいつの彼氏でも何でもないって萌から聞いたぞ。せっかく俺が紹介してやったのに。そんなこと関係ないだろ。嫌がってるんだから助ける、それだけのことだ。いい人ぶるなよ。お前こそいつまでも萌ちゃんの元彼ぶるなよ。みっともないぞ。え、そうだったの？あ、アイリ、信じられない。私がいるのに元カノに言い寄るなんて。あ、いや、これはもう別れる。あ、そう。別にお前レベルの女はいくらでもいるから、好きにすれば。ユタか。え、お前まさかユタかとよりを戻す気か。俺を振ってそんな奴と付き合うのか。いや、どの口が言ってるんだよ。なんだよこれ、もう泥沼じゃん。離れなよ。は？何よ。ユタか嫌がってるよ。は？嫌がってなんかないしね。めちゃくちゃ嫌です。だけどそれを伝えたらプライドの高いアイリーはきっと傷つく。どうしたら。でも嘘をついても結局は傷つけるだけだっていうことは分かってる。よし、あのさ、話してくれる？え？アイリーが俺を好きって言ってくれた時すごく嬉しかったよ。でもだからこそ今はアイリーと一緒にいるのが辛いんだ。ごめん、謝るから。それに俺、アイリのことよく知らないから、今どうやって慰めたらいいかわからないんだ。え？ごめん、翔太のことは俺が連れて帰るから。おい、なんだよ勝手に。いいからこっち来いって。お前、あそこにいたって絶対いいことないから。くそ、わかったよ。ユタか。あー、疲れた。いざこざに巻き込まれて疲れた俺はベッドに倒れ込んだ。あ、誰だ。スマホに表示されていたのは知らない番号だった。はい、もしもし。私、萌、わかる？うん、どうしたの？あの後大丈夫だったかなって思って、アイリって子に番号聞いて電話しちゃった。勝手にごめんね。うん、ありがとう。俺、萌えちゃんに心配されてばっかだね。ああ、翔太のことなら大丈夫だよ。うちに連れてきて姉ちゃんに説教してもらったから。え？は？
何それ、あんた女の子を何だと思ってるの。何って、別に。おい、勝手に足を崩すな。もう二度とゲスな真似できないように私が根性叩き直してやる。覚悟しな。うちの姉ちゃんに逆らわない方がいいぞ。え、元レディース総長だから、逃げ出したりしたらこの辺歩けなくなるぞ。嘘だろ。もう萌ちゃんの前に現れることはないと思うから安心して。そっか、ありがとう。いや、俺は何も。説教したのは姉ちゃんだから。ううん、豊かもかっこよかったよ。え、愛理が未練残さないようにはっきり断ってたし、でも私と愛理のために翔太を遠ざけてくれた。あのまま置いてかれたら、あの子めちゃくちゃ悲しい目に遭わされてたと思う。そういう萌ちゃんは切なそうな声をしていた。きっと自分の時のことを思い出していたんだろう。愛理もありがとうって言ってたよ。ひどいことしたのに助けてもらったって。一応分かってるみたいだったよ。だから私に豊かの番号を教えてくれたの。そっか。ねえ、また電話してもいい？え？豊かのこともっと知りたくなっちゃった。お姉さんの話ももっと聞きたいな。そっちか。それから俺は萌ちゃんと電話で話すようになった。テスト期間になってからは勉強中も通話をつないでお互いを監視し合うことになったのだが。おーい、ゆたか、起きてる？なんとか。明日の数学やばいんでしょ？起きて。起きる。てか、萌ちゃん声も可愛いよね。え？それもトレーニングとかしたの？まさか、声はもともとだよ。そっか、癒されるな。コーラ、起きて、ユタカ。俺ががっつり寝てしまった翌日、テスト終わりに学校の外に出ると、校門のところで萌ちゃんが待っていた。うわ、超可愛い。あれ誰？友達待ってるのかな、それとも彼氏待ち？萌ちゃん。テストどうだった？え、微妙。やっぱりね。通話つないで起こしてもらったのにごめん。まったくよ。なんてね。もうテストは終わったんだし、アイスでも食べに行かない？うん、いいね。もしかして寝落ちしちゃった俺を励ますために来てくれたのかな。萌ちゃん、アイス好きなの？え？ほら、初めて会った日もアイス買ってたから。あー、ダイエットしてた時は食べるの我慢してたから、その反動かも。やばい、リバウンドするやつだよねこれ。いいじゃん、たまには。アイス食べてる萌ちゃんも可愛いし。そういうこと誰にでも言ってるんでしょ。だからああいう自分可愛いでしょ系の女の子に気に入られるんだよ。え、いや、アイリには言ったことないよ。え？っていうか誰にも言ったことないかも。これって一目惚れってやつかな。私に聞かれても。ですよね。でも私ね、豊かに可愛いって言われる時が一番自然に受け入れられるんだ。え？豊かは私が中学の時は地味子で、メイクとダイエットを頑張って可愛いを作っていることを知ってて可愛いって言ってくれるから。そうなんだ。だから豊かとなら恋したいなって思ってるんだけど、どうかな。俺も萌ちゃんと恋したい。本当？うん、よろしくお願いします。嬉しい。うん、よろしくね。あなたが萌ちゃん。うっす、お初にお目にかかります。自分、ゆたかくんとお付き合いさせていただいている花咲萌って言います。よろしくお願いします。ゆたかから話は聞いてるよ。かわいいじゃない、ゆっくりしてきな。はい、ありがとうございます。翔太を縮み上がらせたうちの姉ちゃんに一発で気に入られた。すごいな萌ちゃん。
俺は須藤颯、高校2年生、地味で冴えない陰キャだ。放課後は他校の友達と遊ぶために開けておきたいので、部活も帰宅部。そんな俺が…ねえねえ須藤くん、サッカー部入らない？サッカー部はいつでも君を歓迎する。急に何なの？だって須藤くん部活入ってないでしょ。いいじゃんいいじゃん、お願い。彼女はクラスメートの青井千鶴、サッカー部のマネージャーだ。うちの学校のサッカー部は今廃部の危機に瀕しているらしい。かつては強豪だったって聞いたことがあるけど、今は見る影なしって感じで、お遊び玉蹴り部なんてからかわれるほどだ。そんなんだからもちろん部員の人数も足りなくて、それで今俺にお声がかかっているというわけ。なんで俺なの？帰宅部だから。つまり誰でもいいってことね。うん。素直すぎ。あと一人入部してくれたら試合に出られるの。お願い、何でもするから。何でもするって、そんなこと簡単に口にしちゃダメだよ。わあ、須藤くんって紳士なんだね。何でもするって言ったら、じゃあ彼女になってっていう人もいるのに。葵さんはなかなかの美少女だから、そういう人もいるだろうなと想像はできた。ほら、だからやめなよ。ちなみにそういう人にはどうしてるの？10人目の彼氏になるけどいいって返してる。10人？嘘だよ。そう言うとじゃあいいやって言われるから。だろうね。それより、紳士の須藤くん、ぜひサッカー部に。ちなみに俺がサッカーできると思う？こないだの体育の授業を見た感じだと正直わからないかな。ジャージ長いの履いてて筋肉のつき方も見れなかったし、なんとなく 50m 走も本気じゃないっぽかった。でも多分運動苦手じゃないでしょ。なかなかの観察眼だね。だってマネージャーだもん。まあたとえ運動音痴だったとしても私が戦力にしてみせるけどね。葵さんはキラキラした目で高らかに宣言した。妙に自信があるようだ。なんでそんなにサッカー部に入れたいの？試合に出れなくても部活はできるでしょ。全国に行くためには試合出なきゃダメでしょ。全国？本気？当然、部活の目標は全国だもん。私が国立に連れて行く。頼もしいな。それにこの目、本気で行こうとしてる。サッカーが本当に好きなんだろうな。それなら分かった、入るよ。本当？本当に本当？本当に本当。でも俺が入るからにはガチで全国狙うけどいいよね。じゃあまずは軽く試合してみよう。試合ってどこと？俺の友達。おい、こっちこっち。俺が呼ぶとゾロゾロとグラウンドに人が入ってきた。全員俺の友達で、俺の放課後仲間だ。ハヤテ、サッカー部入ったんだって？どういう風の吹き回し？なあ、絶対入らないと思ってた。熱烈なアプローチ受けちゃったからね。須藤くん？あ、ごめんごめん。こちら俺のサッカー仲間。放課後によく集まって遊んでるんだ。サッカー仲間？こちらの皆さんと遊ぶために帰宅部になったってこと？うん、毎日ってわけじゃないけど週何回かね。じゃあ須藤くんってもしかしてサッカー経験者？私の見る目すごい。それ自分で言う？まあ俺が経験者かどうかはちょっと見てて。え、嘘でしょ？もしかして皇后颯？正解です。へー。驚く葵さんを横目に試合を開始する。サッカー部 VS 俺の友達。俺はもちろんサッカー部側だ。サッカー部の動きは意外と悪くはなかった。多分経験者が多いのだろう。でも中には初心者っぽい人もちらほらいた。連携は練習で培っていくとして、個々の能力をこの試合の中で把握しないとな。メンバーの様子を見ながら試合を進めていく。あった、抜かせないぜ颯。甘いよ。あ、くそ。つい熱くなる場面もありつつも、部員たちのレベルを一通り把握できたかなと思った頃に試合は終了。勝ったのは友達チームだった。
須藤くんってあの皇后くんだったんだ。うん、騙してたつもりはないんだけどね、実は俺中学時代に全国大会で優勝したことがあるのだ。当時はエースなんて呼ばれていたので、知っている人は知ってるってわけ。めちゃくちゃびっくりしたよ。まさか名字が変わってるなんて知らなくて。両親が再婚してね、復縁っていうのかな。小学校の時は須藤だったんだ、高校は中学3年間の期間限定。そうだったんだ、道理で高校くんの進学先がわからないわけだわ。え、俺のこと探してたの？そりゃ探すよ、だって中学の時からファンだったもん。七熊中のエース高校ハヤテくん、こうして会えるなんてラッキーっていうか、なんでそんな地味な感じの雰囲気になっちゃったの？そのせいで全然気づかなかったじゃん。葵さんみたいにたまに俺のこと知ってる人がいるからさ、ちょっと恥ずかしくて意外とシャイなんだね。俺の話はもういいから。で、今の試合どうだった？その質問に葵さんは目を光らせた。うちのチームの弱み、連携は仕方ないとして、全体的に技術面が荒すぎるよね。瞬発力が足りないメンバーも何人かいるし、でも体力は意外と問題なさそう。ほう、さすがマネージャーだね、よく見てる。当然だよ、私はこのサッカー部を全国に導く女なんだから。お前んとこのマネめっちゃ愉快だね。うん、面白そうだろ。その日はずっと試合形式で練習をして、翌日からは基礎トレーニングやテクニックの練習を開始した。そして葵さんの、うちは実力主義だからの一声で、俺は新参者ながらキャプテンに抜擢された。他の部員たちがすんなり俺のことを受け入れてくれたのは、初日の試合で俺の実力を目の当たりにしたかららしい。うちの部には監督やコーチがいないから、しばらくは葵さんがコーチも兼任することになった。葵さんはなかなかのスパルタぶりで、俺たちは毎日ビシバシしごかれている。はーい、1年はドリブル練習30分、行くよ。あ、はい。今日は1年につきっきりか。まあ初心者もいるし当然かな。ハヤテ、葵ちゃんが1年しごいてる間 3-on-3 やんない？やるやる。こいつは木崎たける、同じ2年で去年からサッカー部にいるらしい。2年生は全員経験者で、実力差は多少あれど仲良くゲームができるくらいに関係を築けていた。こうやってちゃんとサッカーの練習できるの、ハヤテのおかげだな。大げさだよ。いやいや、あの試合でみんな火ついたっていうかさ、あとお前みたいなすげえ選手が入ったってなったらちょっと期待すんじゃん。期待って全国？そう、俺たちの頑張り次第じゃありえるだろ。だからご指導ご鞭撻のほどよろしく頼むよ、キャプテン。調子いいな、ちゃんとついてこいよ。おう。そうこうしているとあっという間に地区大会の日を迎えてしまった。毎年出場するのがやっとで、初戦敗退の常連だったけど、今年はなんとか2回戦に駒を進めることができた。すごいすごいよみんな、初戦突破おめでとう。その結果に一番喜んでたのは葵さんだった。そして、悔しい、みんな頑張ったのに。地区大会の準決勝で敗退した時、一番悔しがっていたのも葵さんだった。葵さん、彼女の涙を見て俺は、いや俺だけじゃない、多分みんなが思っただろう、葵さんを絶対に全国に連れて行きたいって。悔しい思いをバネに練習に専念し、気づけば俺も3年生になっていた。弱小高校が去年の地区大会でベスト4と少しは健闘したからか、今年は新入生が何人か入ってくれて、その中には経験者もいた。とりあえず人数がギリギリの状態は脱したというわけだ。よし、じゃあミニゲームするよ。葵さんも毎日生き生きしている。個別の練習メニューを組み、部活を仕切り、みんなが帰ってからも部室で反省ノートを書いている。誰よりもやる気があると言っていい。一生懸命で明るくて頑張り屋な葵さん、多分部員の誰もが葵さんのことが好きだと思う。お疲れ葵さん。須藤君、まだ帰ってなかったんだ。そっちこそ、今日の反省書いてるの？うん、今日のミニゲーム
1年 VS2 年で2年生が負けたでしょ。なんでかなーって。この1年で結構鍛えたはずなのに。動きは悪くなかったと思うんだけど。もしかしたらわざと負けたのかなって。1年生に自信をつけてもらうために。2年生は去年須藤くんのお友達にバラ負けだったから。手加減は相手のためにならないと思ったんだけど、2年は俺たちと違うやり方で後輩を育てようとしてるのかもね。え、待って、もしかして2年に嫌われてるのかな俺たち。そんなことないと思うよ。特に須藤くんは大人気なんだから。そうなの？みんな尊敬してるよ。陰でかっこいいって言ってるのをよく聞くから。初めて聞いた。直接言ってくれればいいのに。恥ずかしいんじゃない？そっか、葵さんも恥ずかしくて直接言えないこととかあるの？私はないかな。思ったことをすぐ言っちゃうし。葵さんらしいね。俺も他の部員と同じく、いつからか彼女のことを好きになっていた。でも彼女はこの通り、誰にでも平等だし、誰のことも意識していない。というか、サッカーのことで頭がいっぱいみたいだ。葵さん手強いんだよね、いろいろと。みんなちゃんと上達してるし、今年は地区大会突破できるよ。対戦校のデータもちゃんと揃ってるし。ノートを見ながらそう語る葵さん、その目は愛するものを見る目だった。本当に好きなんだね、サッカー。うん、私のお父さんね、昔サッカー選手だったの。今はキッズチームの監督をしてる。よくお父さんにくっついて練習や試合を見に行ってたんだ。いつかお父さんみたいになりたくて。なるほどね、葵さんが有能な根源はそこだったか。ありがとう。私絶対みんなを全国に連れていくからね。それ普通は俺たちが言うセリフなんだけど。え？俺たちが必ず葵さんを全国に連れてくから。須藤くん、期待してて。君が鍛えてくれた俺たちを。うん。そうして迎えた地区大会。1年みっちり練習した成果が出て、地区大会を勝ち進むことができ、俺たちの関東大会進出が決定した。やった、颯、地区大会優勝だよ、超快挙。ああ、関東大会もこのまま突破しよう。うん。抱き合ったりハイタッチしたりと、俺たちは喜びを分かち合った。私も。お、明らかに部員とは違う柔らかな感触に驚いて振り向くと、葵さんがニコニコと笑っている。胸が高鳴ると同時に、男として意識されてないことにちょっとへこんだ。へこんだついでに仕返ししてやろうといういたずら心がふっと湧いてしまい。えい！お！え？男に抱きつくなら、ちゃんと覚悟しなきゃダメだよ。え？おい、こら、颯！抜け駆けすんな！でも、相手が須藤先輩だったら仕方ないっていうか。なあ、勝ち目ないし、お似合いだし。何の話？マジか、葵ちゃん。鈍すぎ。サッカーのことしか考えてないもんね。そうだけど、分かってないの、私だっけ？そう、葵さんだけ。なんかずるい。何もずるくないから。それからも俺たちは練習に練習を重ねた。葵さんは敵情視察やデータ収集を行い、ミーティングで対戦校のプレイスタイルや弱点をみんなに共有して作戦を練っていく。全員が一丸となって目標に向かっていく感じはまさに青春って感じで、今更だけど部活に入ってよかったなぁなんて思った。葵さん、俺をサッカー部に誘ってくれてありがとう。今更どうしたの？それにお礼を言うのは私の方だよ。須藤くんが入ってくれたからここまで来れたと思うしね、キャプテン。ありがとう。でも俺、あの時葵さんがしつこく勧誘してこなかったら部活に入るつもりなかったんだ。どうして？あんなにサッカー上手いのに。燃え尽き症候群かな。中学で出し切ったし、もういいかなって思ってた。放課後に仲間と遊ぶくらいでちょうどいいかなって。でも実際部活入ってみたら、中学の頃よりずっと勝つことが難しくて、それが面白くて。俺は前を歩く仲間たちを見た。楽しそうに笑うみんなを見て、胸が温かくなるのを感じる。
この一年で、彼らは俺にとってなくちゃならない存在になっていた。入ってよかったってすごく思う。だから、ありがとう。うん。私も、須藤君とサッカーができて嬉しい。それでさ、今更だけど、勧誘の時に言ってた、何でもするって約束はまだ有効？うん。いいけど、何？千鶴って呼んでもいいかな。いいよ。私も、颯って呼んでいい？うん、千鶴。なんか、照れるね。千鶴も呼んでみて。颯。確かに照れるね。だね。少しだけ距離が縮まった俺たちは笑い合った。全国に行くまでにもっと近づけたらいいなと願いながら、次の試合も、千鶴と仲間のために勝とうと心に決めるのだった。僕は七熊高校2年生、西山良平だ。行ってきまーす。偶然ね。しょうがないから一緒に登校してあげてもいいけど。無理して一緒に歩かなくていいよ。何よ、良平が地味でいつも一人でいるからかわいそうだと思って相手してあげてんのに。僕が小学校2年に引っ越してきて以来の幼馴染である葉山くるみは、こんな調子で地味な僕をいつもいじってくる。ちなみに彼女は同級生だ。私しか相手にしてくれる子いないんだから感謝しなさいよね。これでも昔は結構仲良かったんだけどな。転校して不安だった僕に声をかけてくれたのがくるみだった。はい、今日からみんなのお友達になる西山良平くんです。よろしくお願いします。僕は昔から地味で引っ込み思案な性格だった。あ、聞こえねえ。暗いな。初めての学校で頑張ろうと思ってたのにできなかった。私、葉山くるみ、よろしくね。あ、うん。ねえ、もしかして昨日私のお隣に引っ越してきた子？わかんない。今日はお母さんと学校来て、明日から分団登校だから。それじゃ帰り一緒に帰ろうよ。うん。くるみと一緒に家に帰ると、僕たちは隣同士であることが分かった。やっぱりお隣だった。これからいっぱい遊べるね。うん。あんな頃もあったな。距離を置き始めたのは僕だ。くるみ、おはよう。ねえ、宿題やってきた？え？宿題なんてあったっけ？くるみちゃん、かわいいな。明るくてかわいくて、ちょっと強気なとこもいいんだよな。地味な僕と明るくて目立つくるみとは住む世界が違う。そう感じて関わらないようにしたのに。良平、宿題やってきた？やってきたけど。ノート見せて。他の友達に頼んだら。いいから見せなさいよ。なぜかくるみは今もこうして僕に絡んでくる。昔のように優しくはないけど。よ。どうしたの？友達いなくて暇してんだろうと思って遊びに来てあげたんじゃない。僕、そろそろテストが近づいてきたから授業の復習してたんだけど。え？テスト期間に入ってないのに準備してんの？日々の予習復習はしておかないとでしょ。勉強ばっかしてるとバカになっちゃうよ。それはどんな理屈なんだろう。息抜きは大事でしょ。ゲームやろ、ゲーム。なんで僕のことバカにするのに相手にすんだろう。負けた、悔しい。それじゃあもう帰もう一回やる。くるみは負けず嫌いだな。だってまだ帰りたくないんだもん。なんか言った？今度は負けないって言ったの。それじゃああと一回だけだからね。そんなある日、僕たちのクラスに転校生が入ってきた。今日から入った川野明恵さんだ。よろしくお願いします。今聞こえた？全然。可愛いけどなんか地味だな。おとなしくて真面目そうだよな。やっぱ俺はくるみちゃんがいいな。席は西山の隣が空いてるな。
発注が間に合わなかった教科書があるから見せてやってくれ。それとついでに校内の案内も頼む。はい、カバノさん、よろしくね。よろしくお願いします。転校してきて、しかも高校だし、新しい環境で不安だよな。少しでも緊張がほぐれるといいな。それじゃ授業に入るぞ。あ、川野さんって世界史の教科書をもらってる？まだなの。それじゃ見せるよ。ありがとう。それじゃ机くっつけるね。うん、こんな風に同級生と話すことってあんまないから新鮮だな。よかったら校内案内するけど。お願いしてもいいかな、カーワノさん。私が校内案内してあげよっか。こんな地味なやつに案内されるより、私らが案内した方が楽しいと思うよ。友達にもなれるしね。ユッコとエリも付き合って。いいよ。それじゃあ行こっか。あの申し出は嬉しいんですけど、先に西山くんにお誘いいただいたので大丈夫です。ありがとうございます。いや、僕に気を使わなくても大丈夫だよ。女の子同士の方が楽しいだろうし。そんなことないです。私は西山くんに案内してもらいたいです。そういうことなら案内するよ。くるみ、声かけてくれてありがとう。ちょっと。だいたいこんなもんかな。ざっと紹介したから、もしわからないことがあればまた聞いて。はい。転校初日で不安な時に西山くんに声かけてもらえて嬉しかったです。ありがとうございました。僕も同じ経験あるから、川野さんが少しでも気持ちが楽になったならよかった。よ。今日はどんな用事？勉強教えて。テスト期間でもないのに。私だってたまには勉強するし。ねえ、川野さんってどう思う？どうって、早くクラスに馴染めるといいなって思うよ。まあ僕は無理だけど。寿命だもんね。いちいちありがとう。川野さんってさ、おとなしいのかと思ったら結構言い返してくるよね。ん、そう？多分校内案内断ったのは僕に気を使ったんじゃないかな。もし川野さんがその良平のこと好きって言ったらどうすんの？そんなことあるはずないじゃん。僕、今まで誰にも告白されたことないのくるみも知ってるでしょ。そうだけど。全然勉強進んでないじゃん。勉強する気ないなら帰ったら？やるってば。うるさいな、もう。西山くん、おはよう。カバナさん、おはよう。お昼休みに図書館で本を借りたいんだけど、もしよかったらついてきてもらってもいいですか？借り方がわからなくて。うん、いいよ。なんでくるみが図書室にいるんだ？私だって本ぐらい読むし。ここには漫画もファッション雑誌も置いてないぞ。バカにしないでよ。文学だって読むんだから。例えば太宰漱石とか。それ太宰治と夏目漱石が合わさっちゃってますね。そういう作家がいるの？それじゃあ川野さん、本の借り方説明するね。はい、お願いします。その後も僕と川野さんが行くところ行くところにくるみが現れた。購買一番人気の七熊焼きそばパンゲットしたわよ。売ってあげてもいいけど。私、焼きそばが苦手なんです。カレーパンを買おうと思ってたんですけど。あ、七熊スペシャルカレーパンあるよ。ありがとうございます。ここの問題解けました？え？ああ、これは私も一緒にやる。え？くるみは友達と自習プリントやってたんじゃないのか？いいの、私らのことはどうぞ気にせず。むきー。よ。なんて。え、
校生ばっか相手にすんのよ。地味でおとなしくて可愛くぶってるだけじゃない。川野さんのことよく知りもしないのに、そんなこと言うべきじゃないよ。何よ、地味な良平は地味な川野さんの気持ちがわかるのでも言いたいわけ？そんなわけじゃないけど。良平なんて誰の気持ちもわかんないよ。好きな人だっていないくせに。はちゃめちゃな理屈だな。あまりにも乱暴な八つ当たりをされ、この時の僕は意地悪な気持ちになっていた。好きな人はいるよ。くるみをからかってやるつもりで嘘をついたのだ。嘘？驚いてんな。まあ嘘だからそんなこと気づきもしなかっただろうし。どうしたんだくるみ。あれからくるみは学校で話しかけなくなったし、家にも来なくなった。嘘をつくのはまずかったよな。謝りに行くか。よ。来たくない。何が？傭兵が誰かを好きだなんて聞きたくないよ。そりゃまあ興味ないだろうけど、実はあれ嘘だったんだ。嘘？あまりにもくるみが僕のことをいじってくるから悔しくてつい言っちゃったんだ。それじゃ川野さんを好きなわけじゃないの？ん？なんで僕が川野さんを好きって思うの？だって傭兵川野さんに優しくしてたじゃん。転校生は誰だって不安でしょ。僕が小学校に転校した時、くるみが笑顔で話しかけてくれて嬉しかったんだ。だからそのことを思い出してさ。そうだったんだ。そのごめんな。まさかくるみが泣き出すと思わなくて。泣くよ。私には冷たいのに川野さんには優しくするんだもん。いやそんなつもりはなかったけど。そうじゃん。昔はいつも一緒に遊んで仲良かったのに、だんだん良平離れていって遊ばなくなったじゃん。私寂しかったんだから。ごめん。地味な僕なんかと遊んでたらくるみまで仲間外れにされると思って。私良平に嫌われてると思って悔しくて意地でも離れてやるかって意地悪してたんだよ。そうだったのか。じゃあ僕のせいだね。私良平が好き。え？私は良平がずっと小さい頃から好きだった。でも素直になれなくて。そうだったんだ。素直になれないからってくるみのあの態度はツンデレだったのか。良平、私じゃダメ？私のこと好きになれない？考えてもいなかったから正直驚いてるけど、嬉しいとも思ってるよ。ありがとう。それじゃあ私これから頑張る。良平に好きになってもらえるようになるから。ああ行ってきます。あ、くるみ、おはよう。昨日告られたからなんか気まずいな。良平のこと待ってたの。一緒に登校するの嫌？別に嫌じゃないけど。頑張るとは言ってたけど、いきなりこんな態度変わるとか反則だろ。よかった。こんなんで動揺するとか僕って単純すぎる。西山君、おはよう。川野さん、おは。私良平が好きなの。おお、くるみ、ついに言った。知ってます。え、知ってるの？だって葉山さん分かりやすすぎるんですもの。おかしくて。笑わないでよ。私は絶対に川野さんに良平は渡さないんだから。おお、ライバル宣言きた。くるみ、やめろって。くるみはただでさえ目立つのに、めちゃくちゃクラスの注目の的じゃないか。くるみちゃん、西山のことが好きだったのか。くそー、やっぱ幼馴染最強説実証されたな。私西山くんのことを人としては好きですけど、恋愛として好きなわけじゃありませんよ。ただ何よ。
私と西山くんの仲を嫉妬して焦って行動してる葉山さんを見るのが面白くって。え？私そういう純粋な子を見ると意地悪したくなっちゃうんです。好都合なことに西山くんは鈍感だし、十分楽しませてもらいました。え？おとなしくて真面目だと思っていた川野さんがとんでもない性格を持っていたことがあらわになった。人間、見た目ではわからないものだ。ふざけないでよ。でもそのおかげで少しは恋が進展したでしょ。それはそうだけど、感謝してくださいね。するか。大丈夫ですよ、もう邪魔しませんので。邪魔させないもん。良平は私が絶対に好きにさせるんだから。え、あ、ごめん、嫌だった。嫌じゃないけど。あれ、これはもしかして脈ありじゃね。だから嫌なんだよ、幼馴染。結局最初から決まってんのかよ。今までとのあまりのギャップに戸惑いつつ、くるみをどんどん好きになりそうな予感がしている。こんにちは。で、え、津島さん。え、高柳くん、なんで。俺は高柳陸夫。アパートの更新をきっかけにオートロックのあるマンションに引っ越してきた27歳の会社員だ。両隣の人くらいは引っ越しの挨拶をしようと引っ越しそばを片手にやってきてみたら、なんとそこは社内でも有名な美人上司津島美空の部屋だったというドラマかなって展開になっている。隣に引っ越してきまして、これ引っ越しそばです、信州さんです、そば粉 100% の。動揺のせいで余計なことまで口から出てしまう。そうだったの、すごい偶然ね。偶然よね。偶然です、偶然です、本当に純度 100% 偶然です。やましい気持ちなんてないです。焦りすぎ。うわ、笑顔が眩しい。津島さんは俺の上司で、まさにクールビューティーって感じだ。社内には密かにファンも多いんだけど、高嶺の花というか近寄りがたい雰囲気なので笑顔なんて初めて見た。そんなに必死になられると余計怪しく見えるよ。すいません、本当にびっくりして。私もこんなことあるんだね。お蕎麦ありがとう。いえ、つまらないものですが。引っ越し蕎麦なんて初めてもらった。早速今日のお昼ご飯にするね。あ、はい、恐縮です。津島さんは会社での印象より柔らかくて、俺は変にドキドキしっぱなしだった。週末だったのでこの日以降顔を合わせることはなかったのだが、月曜の朝家を出ると津島さんと鉢合わせてしまった。おはようございます。おはよう。そりゃ同じ会社なんだから出勤時間もかぶるよな。え、これって一緒に出勤フラグ？通勤経路も一緒だろうし、こうして会っちゃった手前別々に歩くのも変？美人上司と一緒に通勤なんて予想してなかったイベントにパニックが止まらない。しかし津島さんは想定していたようで。やっぱり時間かぶったね、行こっか。え？一緒にですか？ここでバラバラに行くのもおかしいじゃない？どうせ同じ会社に行くのに。そうですけど、変に誤解されるんじゃ。それなら総務にはもう誤解されてるかもね。住所変更の手続きしたんでしょ？総務の小崎、私の同期だから同じマンションのお隣さんだって知ってると思うけど。確かに。観念して、というのも変だけど、俺は緊張しつつ津島さんと歩き出した。そんなに緊張する？私って怖い？いやいや、そんなことは。ただただ津島さん美人だから。ストレートね、ありがとう。謙遜しないんですね。言われ慣れてるから。さすがです。津島さんはおかしそうにクスクス笑っている。思ってたより話しやすくて
会社とのギャップに内心もだえた。それに10歳も年下のイケメンに褒められたら自信にもなるしね。私もまだまだいけるなって。イケメンなんて、てかそういえば10歳も違うんでしたっけ。全然そんな感じに見えないですね。同級生くらいに見える？それはないです。即答だ。まあそうよね。でもちょっと年上のお姉さんって感じでした。それは嬉しいな。若作りしてるつもりないからなおさら。次第に二人でいることに対しての緊張も解けていった。もしかしたら津島さんは俺の緊張を和らげるためにあえて明るく話してくれていたのかもしれない。美人で仕事も気遣いもできて笑顔が素敵とか、なんで独身なんだろう。いや結婚が全てじゃないけどさ、付き合ってる人とかいないのかな。あのちょっと深めの話してもいいですか。話したくなかったら切っちゃっていいんで。ん？何？津島さんってお付き合いしてる人いるんですか？突然ね。お隣さんだし会社も一緒だし、恋人がいたら俺って要注意人物認定されるんじゃないかなって。ああそういうことなら安心して、今はいないから。その時の津島さんの表情はどこか寂しそうで、過去に何かあったのかなと思ったけど、お隣さん程度でそこまで深入りしていいわけないと思って聞くのをこらえた。安心しました。高柳くんはいないの？いないです。かっこいいのに？かっこいいのにです。自覚も自信もあるのね。言われ慣れてるんで。さすがです。その日から朝一緒に通勤することがほぼ日常化していた。ただ一緒に行くのは玄関で会った時だけで、わざわざお互いを待つことはしなかったし、先に行くとか連絡することもなかった。会社での津島さんはいつも通りキリッとしている。無駄口は叩かないし、仕事をバリバリこなす。冗談も言わないし、からかってくることもないし、笑ってる場面もやっぱりない。今まではもともとそういう人なんだろうと思ってたけど、お隣さんになってからはそれが違和感でしかなかった。多分あっちが素だよな。ってことは会社では無理してたりして。その時なぜか恋人の有無を確認した時の切ない表情が思い浮かんだ。あー気になるけど本人に聞くわけにも。あ、そうだね、私に聞きたいと。はい、小崎さん津島さんの同期って聞いてたし、呼び捨てで呼んでたので仲いいのかなって。なんだ、告白されんのかと思って期待してたのに。はい？冗談だって。津島とは仲いいよ。二人とも新卒で今の会社入ったし、15年くらいの仲だね。最初からあんな感じだったんですか？クールっていうか真面目っていうか。いや、君が知ってる素の方が多かったよ。まあ仕事はいつも真剣だったから、ガラッとキャラ変したってわけでもないけど。小崎さんは少し悩んでから俺に話してくれた。社内にも知ってる人いるから言うけど、7年前に津島の婚約者が亡くなったの。え、津島さんの婚約者は取引先の人で、しかも小崎さんのお兄さんだったそうだ。婚約したことは会社に報告していて公認の中だったという。しかし婚約者の癌が発覚。若い人の癌は進行が早いというのは本当で、闘病の甲斐もなく亡くなってしまったらしい。立ち直るために仕事に逃げて、集中しすぎてるからあんな感じになってるんだと思う。そうですか。なんかすいません、軽い気持ちで聞く話じゃなかったと後悔して、無意識に謝罪の言葉が出ていた。なんで高柳が謝んのよ。誰も悪くないでしょ。そうなんですけど。私は嬉しいよ、津島のことを気にかけてくれる人が現れて。あの子美人だけど仕事中はあんな感じだし、怖がって近づく人いないから。怖くはないですけど、まあ近寄りがたい雰囲気はありますね。でしょ、
だからさ、その対馬を見つけてくれて嬉しいっていうか、高柳が隣人になったことも運命みたいに思ってるんだ。運命？そう、兄さんが仕掛けた運命。先月7回忌だったんだけど、その時に対馬がきっともう恋愛できないって言っててさ、まだ立ち直れてないんだなって。妹の私でも病気だし仕方ないわなって乗り越えてたのにさ。俺はまた対馬さんのあの切ない顔を思い出した。だから思わず、なんとかしろバカ兄貴って仏壇に向かって怒鳴ったの。あ、心の中でだけどね。そしたら高柳が引っ越して、住所が対馬の隣でさ、これは絶対兄さんが何とかしようとしてくれたんだなって思った。でも俺、お兄さんの代わりとかそこまで考えてないっていうか、おこがましいというか。ああ、ごめんごめん、対馬と付き合えって言ってるんじゃないんだ。ただあの子の強がりに気づいてくれる人が増えて嬉しいの。そういった小崎さんの表情はとても優しかった。対馬がもっと心穏やかで過ごせるように仲良くしてあげてよ。はい、もちろんです。その後は当たり障りない会話をして小崎さんとは別れた。ほろ酔いの帰り道、俺は対馬さんのことを考えていた。仕事中の真剣な表情、引っ越しそばを渡した時の初めて見せた笑顔、からかってくる時の楽しそうな顔。俺が10歳も年下の部下で恋愛対象じゃないから逆に素を見せられるのかな。もしそうなら光栄だよな。そう自分に言い聞かせた。本心のはずなのに少しだけ胸が痛かった。え、俺が？他に誰がいんのよ。対馬さんとお隣さんとして仲良くなり始めてから数ヶ月が経ったある日、対馬さんが体調不良で会社を休んだ。一人で大丈夫かなとか、熱はあるのかなとか心配しつつ仕事をこなしたが、定時前に小崎さんに呼び出され見舞いを命じられたのだ。お隣なんだからちらっと様子見るだけでいいから、朝休むって連絡が来てから今まで LINE の既読がつかないのよ。倒れてたら大変でしょ。そうですけど、俺と対馬さんは健全なお隣さんでお互いの家に入ったことはなかった。だからお宅訪問は結構緊張する。そんな俺の考えを見抜いたのだろう。小崎さんがイラッとした様子で言った。病人相手に何よからぬこと考えてんの。違う。うるさい、私先輩、あんた後輩、これ命令、行け。俺はうなずくしかなかった。そりゃあ相手は病人だし何するわけでもないけどさ、美人上司のプライベート空間に突撃するのは誰だって緊張するだろう。心の中で言い訳を並べながらインターホンを押す。ドアが開くまでの間に何とか煩悩を打ち消そうと実家の犬のことを考えていた。だが、うわ、色っぽいって何考えてんだ俺。され煩悩。小崎さんからの命令でお見舞いに来ました。具合大丈夫ですか？うん、心配かけてごめんなさい。病気の時くらいおとなしく心配されてくださいよ。ご飯は？お昼にレトルト食べただけ。今まで寝てて。思っていたより具合が悪そうだ。熱が高いのかもしれない。対馬さんはぽーっとしていて玄関で立ち話をしている場合じゃないと思った。すいません、お邪魔します。いい、大丈夫だから。そういうのは大丈夫をちゃんと装ってから言ってくださいよ。ひどい顔してるじゃないですか。何か作りますから、今は体調を戻すことに専念してください。はい。推しに負けた対馬さんは申し訳なさそうに俺を招き入れた。部屋の中は綺麗で、日頃からしっかり片付けてるんだなと思った。病院は行きました？うん、午前中に。けど帰ってきてから悪化して、
そのまま寝ちゃってて。じゃあまだ薬飲めてない感じですか？うん、だるい。寝てていいですよ。冷蔵庫の中のものを勝手に使いますね。うん、ありがとう。対馬さんはフラフラとリビングに行き、ソファーに倒れ込んだ。俺が寝るならベッドでと言っても、ベッドで食事したくないとわがままを言って動かなかった。俺も寝室に食べ物は持ち込みたくないタイプだから気持ちはわかるけど、風邪の時は別でしょうが、まったく。俺は対馬さんを早く寝かせるために手早く雑炊を作った。お待たせしました。いただきます。おいしい。よかった。もう一食分あるんで冷蔵庫に入れてあります。お腹空いたら温めて食べてくださいね。ありがとう。対馬さんは雑炊を完食した。気に入ってよかったとほっとしながら食器を洗う。片付け終えた俺は対馬さんが薬を飲んだのを確認し、じゃあ帰りますね。自分の部屋に戻ろうとした。長居して気を使わせてもいけないと思ったからだ。でも、お願い、まだ一緒にいて。熱っぽい表情に弱々しい声。こんな対馬さんを見たのは初めてで、断るなんてできなかった。わかりました。どうせすぐ帰れるし。ありがとう。熱なんて出たの久しぶりで、ちょっと不安で。気持ちわかります。体調悪い時って心細いし、対馬さんが寝るまで一緒にいますから、ベッドに行きましょう。イケメンの口からベッドって聞くとなんかやらしいね。もしかして思ったより元気です？うん、ちょっと元気出てきた。高柳くんのおかげかな。じゃあ今の発言は聞き流してあげます。ありがとう。対馬さんには先に寝室にいててもらい、冷凍庫を漁ると氷嚢があった。こういう用意周到さはさすがだな、なんて感心してしまった。ちなみに俺の家には氷すらない。俺は氷嚢とここに来る前に買ってきたスポーツ飲料を持って寝室へ向かった。対馬さんはしっかり布団をかけて休んでいた。まだ少しきつそうだ。薬が効くまでまだかかるだろう。氷置きますね。うん、冷たい。気持ちいい。気分はどうです？ちょっと楽になった気がする。雑炊美味しかったし。完食してくれましたしね。食欲あるみたいで安心しました。高柳くんがお隣さんでよかった。雑炊そんなに気に入りました？それもあるけど、そうじゃなくて、信頼してる人がそばにいるっていいなって思って。対馬さんは顔を見上げるとほっとしたような顔で言った。そして俺はその時反射的に、あ、好きだわって思った。愛しいって気持ちが込み上げてきて、思わず頭を撫でた。俺、そばにいます、美空さん。うん、ありがとう。安心した顔で眠りにつく対馬さん、なんか幸せかもと思いながら、ふと顔を上げるとベッドサイドの小さなテーブルに対馬さんと男性のツーショット写真を見つけた。例の婚約者だとすぐに分かった。対馬さんのこと、俺が守ってもいいですか？そんなことを心の中でつぶやき、対馬さんの寝顔を見つめた。ずっといてくれたんだ。うん。おはようございます。おはよう。泊まったんだね。あ、すいません、気づいたら寝てて。風邪うつっちゃうよ。そしたら対馬さんに看病してもらうんで。調子いいな。対馬さんの熱はすっかり下がった様子だった。いつもの笑顔にほっとしつつ、
俺がどさくさに紛れて下の名前を呼んだことなんて覚えてないんだろうなと内心残念に思っていると。名前呼んでいいよ、昨日みたいに。ちゃんと覚えていたみたいでちょっと驚いた。いいんですか？うん、嬉しかったから。そんなこと言われると期待しちゃいますけど。それは婚約者さんのことは小崎さんに聞きました。そう。だから待ちますよ、美空さんがちゃんと前に進めるまで。多分いいお隣さんとして生活に侵食していきながらになりますけど。なんか気づいたら離れがたくなっちゃいそうだね。それを狙ってます。卑怯。なんとでも。クスクス笑う美空さんを見てやっぱり好きだなと俺は再確認した。美空さんの体調が万全になったら本気出すんで前向きに検討してください。はい、わかりました。なんだか妙にかしこまったやりとりに二人で笑ってしまった。今日から俺たちの関係が変わり始める。そんな予感と期待を胸に目の前の大切な人を見つめるのだった。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。